僕も女性だったらチャンスあるかなって思ってたと思うんで、いや僕ねこんなに早いと思ってなかったですね。もうちょっと後なのかなと思ってたので、まさかまさかの本当にびっくりで、多分ほとんどの、ね、女性が私がチャンスがあるんじゃないかなと思ったと思うので、ね、僕も女性だったらチャンスあるかなって思ってたと思うんで、ちょっとね、ショックな方もいらっしゃるとは思うんですけどね。まあでもやっぱりその、まあ、家庭を持つことによって、まあ、責任感だというか、よりそのプレーに反映することもあるでしょうし、まあ、今後の彼の、あの大谷さんの活躍がすごく楽しみですね。まあ、まあやっぱりそういうどこかでやっぱり追い込まれたりするところはたくさんあると思うので、まあ、気を許せる人間が近くにいるってことは本当に素晴らしい支えになる、いるだけでも素晴らしい支えになる。楽しみですね。はいはいはい、結婚ね、婚約ね、はい、しましたね。いや僕はもうあの付き合った当初から知っていたので、まあでも本当に2人が本当にすごく相性が良くてですね、本当にお似合いのカップルですので、結婚するんだろうなとは思ってたんですけど、まあ、思ったよりそれも早かったですね。もうちょっと時間が経ってするのかなと思ったんですけど、でもまあ結婚ってそういうものなのかなっていうふうに思いますね。